敵の新型兵器と共に姿を消したシロー・アマダは、ジオン軍の女パイロットアイナ・サハリンと思わぬ形で再会を果たした。雪に閉ざされた山脈に不時着した二人は、空で出会った時と同じように生き残るため再び助け合うことで、自分たちの中にある確かな思いに気づき始めていた。俺はジオンが憎い。なのに空で出会った日から君のことが忘れられないんだ。たとえ君がジオンで恋人がいたとしても。恋人？恋人などいません。あなたが連邦の人でも、私の答えはジオンと連邦が助け合える。あなたといると不思議です。それが普通だろ。あなたって人は私たち二人、この世に残った最後の男と女ならいいのに。敵でも分かり合える人間はいる。だがそんな二人の思いを戦争という現実は打ち砕いていく。雪山から救助されたシロを待っていたのは、審問会による厳しい尋問だった。たとえ敵味方に分かれて戦っていても、いい人間はいます。分かり合えるんです。自分にはそれがこの愚劣な戦争でのただ一つの希望だと思います。そんなシロの主張は審問会において一蹴され、処分は一時保留となる。そして状況はさらなる事態へ。新兵器が開発中と思われるジオン軍秘密基地に対し、連邦極東方面軍は大規模な殲滅作戦を決行した。シローとアイナ、2人の戦争はそれぞれの思いを抱きながらも、最後の戦いから逃れられないでいた。二人の戦争。なすものだ。行くぞ。これで終わりだ。かかってこい。みんなまとめて叩き潰してやるぞ。来たね。一気に仕留めてやるよ。守るより攻めろ。一気に叩く。最後まで戦い抜いてみせる。いっけー。生きてアイナと添い遂げる。貴様がアイナ様のだが負ける。なかなかうまい間合いだな。だがこのままでは終わらん。誰も死なせてたまるか。守るより攻めろ。一気に叩き、くそ、一か八かだ。諦める本か。倍返した誰も死なせません。後まで戦い抜いてみせる。